時上げに行くことを私が決断してなかったら今の自分はないと思います。え、あさきり、時上げで経験したことっていうのはまあすごく今のこう私のサッカー人生においてもだし、まあ人間形成においてもすごく大きなものがあって、当時北海道の女子サッカーチームってすごく少なくて、中学校は女子の社会人チームに入ったんですけど、まあ、なかなか練習毎日あるようなところではなくって、こう男子の部活でずっと男子とやりながらっていう形をとってたんですね。でやっぱ北海道で普通の一番有名なそのサッカーのところに進学するか、たまたま阿部先生から連絡をいただいて、じゃあ練習参加してみようかなみたいな、参加した結果私が行きたいと思って決めた感じですね。一緒に頑張ってくれる仲間がいたから、まあ、自分も負けじとこう成長できて、すごい負けず嫌い多くてバッチバチだったけど、なんかみんなやっぱ成長しようと必死だったみたいな、やっぱ楽しいことばっかりじゃなかったし、練習とかもきついのたくさんあったけど、もうやっぱあれがあったから高校卒業してやっていけたことはたくさんあります。任せておけば大丈夫っていう感じです。しっかりしてたし、よく見てたし。で、本人がもうサッカーということに対する見方とか考え方が違うから、もう周りがついていくんで、先に任せておけっていう感じだったから。周りもやっぱり先を目指して頑張ろうっていう気持ちになって、常に争ってましたね、走りでの感じ。ちょっと追いつかないんだよね、先にね。そうするともう一本やらせろ、ね、もう一本やると、ちょっと先が付き合ったりして、まあ、青春時代だったりして3年間家族より、まあ、長く一緒にいた仲間だし、特別ですね、本当になんか大きな存在ですね。時上げに行くことを私が決断してなかったら今の自分はないと思います。ありがとうございます。え、あさきり、うわ、あさきり、写真撮るな、撮るな。いや、これ結構貴重だよ。でも後で写真くれるらしいから。くれるの？いやいや、バイバイ方同級生の方々それぞれにお聞きしたいんですが、熊谷さんってどんな、ここでマジかよ。どんな曲でしたか？はい、じゃあ行きますね。さっきはですね、なんて言おうかな、なんか褒めすぎちゃうんですよ。なんか褒めすぎ
うとあれだけどさ、でも、まあコミュニティ能力、コミュニケーション能力も高いし、拾うな。あとはまあサッカーはもちろんですけど、まあ勉強もできたし、うちらの学年だったらやっぱ先しかいなかったかなって感じはします。キャプテンはみんな思ってると思います。まあ納得でしょう。さつきは私チキンだ、チキンだ MC だからね、 MC だから、いやなんかさっきはもう1年の頃からなんかこう場の中心っていうか、なんか阿部先生も言ってたことがあったけど、入学してほんとすぐ頃からアスとか好みとかこうレギュラーの選手のこうもう場なんていうのもう中心の中に入って、プライベートとかもサッカーとかもやってたなっていうイメージがずっとあった感じがします。うまく喋れない、どうしよう。さつき久しぶり。あのじゃあ道行こう、道。あれだよね、さっきのいいところ。はい。じゃあ、さっきのいいとこ聞いてない今。どういうキャプテンだったか、ね。さっきといえば。もう一度言っていただいていいですか。どういうキャプテンだったか。どういうキャプテンだった。選手として感じてたのは、さっきと。まあ、一緒に戦ってたら全国大会って1回負けてしまったらそこで終わってしまうんで、一つも本当に落とせない試合だったんですけど、まあサキが、まあ、私はフォワードだったのでサキが後ろにいてくれたら大丈夫だっていうのは常に感じさせてもらってたなって思います。そうですね、だから日頃の積み重ねと地内でのサキがいたら大丈夫っていう気持ちになれるっていうところが本当にキャプテンとして私が感じてたところです。みちがね、今サキのね真面目な部分全部言ってくれたから、ほら行こう。ゆりやマイクオンに。質問なんだっけ。マガイさんどんなキャプテンでしたか。サキがどんなキャプテンだったの。すいません。サキはまあそうですね、みちが言ってたみたいに、まあそうですね、頼りのあるキャプテンだったのかなって思います。以上です。あとはこれぐらいでしょう。そうだね、バランスよかった、バランスよかった。なんかこれ以上言っちゃうとなんか変なこと言っちゃいそうで、これでやめとけ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 。庄司は庄司、待ってごめん正直全員引くの、これ全員引くの。一応全員って流れ、分かったから待って一応ね、いいよどうぞ、オッケーオッケー。さっきはちょっとまた真面目になっちゃうけど、プラスの影響力を与えてくれる人。待って何だいく。プラスの、あ、プラスの、あ、そう、さっきフランスって聞こえてたから、同じく。ごめん。どういうことだろうなと思ったら、オッケー、分かった。その雰囲気的にもちょっと暗かったりしたら、こう自分がふざけることでいい方雰囲気にしてくれたりとか、こうチーム全体を巻き込んでいい方向に持っていってくれる人だと思います。はい。さっきは誰もが認めるキャプテンっていうのは当たり前なんですけど、真面目なキャプテンっていうよりかは結構こっち側というか、なんだろう、すごく人間味がある人でした。こっち側ちょっと悪そうな人にもなんかしっかり寄り添ってくれるキャプテンでした。以上です。なおこ回して。 OK、 しおり。あ、さっきの話ですか。うん、これ全員言うの。さっきのいいところもう全部言ったべ。いいとこじゃねえから、しかも質問。どういうキャプテンだったかだから。すいません。しおりすいません。すいません。大丈夫ですか。ではちょっと代表して熊谷さんに東京オリンピックへのエールを送っていただきたいんですが、桜本さん。はい。あなた代表して言うだけ。オッケー。やっぱり自分たち時上げの同期のやっぱりさきは、同級生でありながらやっぱみんなの憧れでもあったから、そういった人がやっぱオリンピックの、しかも東京っていう
ね、自分たちの国の大会で輝く姿を、多分さっきの家族もそうだけど、自分たち同期も家族のように応援してるし、さっきの活躍が自分たちの活力になるから、まあ、国を背負うっていういろんなプレッシャーがあると思うけど、さっき自身が楽しんで笑顔で、戦ってる姿がうちらに一番強く与えるから、そういう姿をいろんなものを背負って大変だけどみんながいると思って頑張って暴れてきてください。さっき頑張って。ありがとうございます。それでは熊谷さん、この仲間の前で決意表明お願いします。改めて東京オリンピックへ臨む意気込みお願いします。それ真面目によ。え、真面目に真面目にこの人たちの前で。何でいいじゃん、いいじゃん。この人たちなんでだよ。失礼な抱き入れる。いやいや、日本でオリンピックができるなんてこう光栄なことないと思うし、やっぱサッカー選手としてこう誰もが立てる場所じゃないっていうのは、まあ本当に理解した中で、自分らしくいつも通りなんかサッカー楽しんでいきたいなと思うので、じゃあみんな応援してね。頑張って先、頑張れ。なんて言ったらいいんですか、これ。溶き上げチーズ、この半分。これは、ね、ホームでやると恥ずかしいんだけど。やるよ、やってよ、やってよ。一人でやりなよ。じゃあ、はい、チーズ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。もういらない。頑張れよ。本当にこれで以上になります。皆さん頑張ってください。頑張って。